ちは。コアフィットネスインストラクターの大熊里奈です。今日は皆さんと一緒に私のオリジナルのエクササイズ、フィットコアムーブメントを一緒にやっていきたいと思います。フィットコアムーブメントとは、一つのボディーパーツに焦点を当てながら行うダンスエクササイズで、体を引き締めるのと同時に身体能力アップにつながるエクササイズです。今日は腹直筋に焦点を当てたフィットコアムーブメントを3分と24秒ある曲に合わせてやっていきたいと思います。動きは全部で6つあるので今からお見せしたいと思います。まずは上半身のアイソレーションからいきます。フロントとバック、フロントバック。この時に注意してほしいのが、肩を使ってこう胸を丸くしたり反ったりするのではなく、むしろ肩をリラックスして胸だけで前と後ろに動かしてほしいです。次は横ですね。サイドチェストアイソレーション。この時も同じで、肩がこう結構上がりがちな人がいるんですけど、動く方向にこの時も肩、両方均等にして動かしてください。胸だけ右と左に動かします。次はこの状態で少し膝を下に曲げます。横にプッシュ、反対もプッシュで、前に2回パンチパンチプッシュ。この時下半身も動かさないで、胸だけ、上半身だけで力強く、お腹で力を入れてバランスを取りながら動かしていきます。3つ目、足を閉じて腕をクロスします。このまま腕の方に足、膝を持ってきますね。片方ずつ、シンプルな動きです。きちんとお腹力を入れてやってください。このまま手を伸ばして、手と反対の足を上げながらタッチしていきます。アップアップ。これもお腹が縮こまるのと同時に、足をなるべく高く上げられるところまで上げてください。あと2つ、次はジャックナイフです。知ってる方も多いと思いますが、シンプルな動きで簡単そうに見えますが、意外とやってみるといい、有酸素運動になります。足は開くのと閉じる、これだけです。開く、閉じる、開く、閉じる、開く、閉じる。手は開いた時に上に持っていって、足を閉じたと同時に下に持ってくる、これだけ。アップダウン、アップダウン。最後はちょっと難しいですね。ロールダウンに行きます。上半身を少し斜めの方向に向けて、このまま頭から掘り下げていくようなイメージです。ウェーブですね。頭、胸、お腹、お尻、頭、胸、お腹、お尻。反対も一緒に、ロールアップ、ロールアップ。それでは準備ができた方から一緒にやっていきましょう。はい、それでは最初は2回大きな深呼吸から入っていきましょう。鼻から息を吸って、口からゆっくりと吐く。はい、それでは最初の動きはチェストアイソレーション。フロントバック、フロントバック。胸だけを動かして、右と左にサイサイ。肩をリラックスして、はい、それではサイドサイドパンチパンチ、ダンダン。はじめはゆっくりから、しっかりお腹を固定して引き締めながらやってみてください。プッシュ、ラスト and スピードアップ。プッシュプッシュパンチパンチ。しっかり呼吸をするのを忘れずに、お腹を引き締めて力強くいきましょう。ラスト、そしてニーズアップアップアップ。お腹をしっかり縮こめて引き上げます。早くアップアップ。4フリップ2、足伸ばしてタッチタッチアップ。足をなるべく高く上げましょう。少し早くする方は忘れずに、鼻から吸って口から吐く。4、3、2、ロールダウン、アップアップ。頭から滑らかにいきましょう。そして吐く、呼吸も忘れずに。反対も同じように中から上がる、イン、自分が波になったような気分で。はい、最後は
チェストのアイソレーション。フロントバック。右と左に。上半身だけを動かすことを忘れないで。下半身は固定します。肩しっかりリラックスして、皆さん呼吸してますか？呼吸が一番大切です。4、3、2、1。はい、よくできました。大きく深呼吸しましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがでしたか？たったの3分でしたけど、結構息が上がりますね。いいカーディオエクササイズになったと思います。この動画が良かったよと思った方、今日お腹結構効いたかなと思った方、いいダンスエクササイズだったよと思った方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。